まず最初にイスラム国、やっぱり聞きたいんですけども、はい、あの、デンマークの、あの、ユダヤ教の礼拝場、それから集会場、はいえ、連続銃撃事件というのが起きて、あの、不思議だなと思ったのは、彼は、ついこの間、 刑務所から出てきたばっかりだと言うんで、はい、刑務所の中にいた人はですね、なぜこの施錠というか世界情勢みたいなことをね、ええ、あの、敏感に感じ取っていたのか、そして出てきてすぐ行動に起こしたのか、この辺がね、あの、ちょっと不思議だなと思ったんですけど、これ日本の刑務所と、えヨーロッパの刑務所って全然違うんです。ええ、あ、そうですか。はい。私も、うん、あの、刑務所に入る一歩手前まで行きましたのでね。 あの、鈴木目の事件の時に、刑務所事情っていうのは非常に関心あるんですが日本の刑務所っていうのは、懲役ですから労働があるんです。なるほどね。それから、手紙のやり取りぐらいしかできない。それも月に最初4回。多くなっても6回か7回なんですね。便箋も4枚とか制限されてるんです。日本の場合。ヨーロッパは、電話もできるし。それから、懲役仕事が全然ないんです。 はあ、だから三食食事があって、お酒は出ないですけどね。ええええ、それで、あのお、お暇も電話してるわけですよ。はあ、それ刑務所の中には、イスラム過激派で収容されている、この、政治犯います。政治犯というか、この過激派の宗教指導者いますよね。他は泥棒とか、あるいは、あの、強姦とか殺人とか、殺人犯もたくさんいますからね。死刑ないですから。はい、はい、そうか。 そういうのと比べれば、お前ら何人の食べ物を取ってるんだとか、殴れなんかやめなさいとか言って指導してると。そうすると、このイスラム教の過激派の指導者っていうのは、ものすごく檻の中では、あの、立派な人ってことで尊敬されてるんですよ。それで檻の中でいろんな過激な教育をしてるわけです。新聞も自由に読めますしね。そうすると、かつてソビエトっていう国を作ったレーニンが、 韓国は革命の学校であるって言ったんですけども、そしてどん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 捕まった人間の中に味方を作っていったわけですね。それと同じように、あ,<ー>あの、ヨーロッパの刑務所ってのはテロの学校になっちゃったんですね。<ー>この前、パリで、あの、テロ事件を起こした人も、やっぱり捕まっている時に感けでどんどん過激になっていったんです。ああ、なるほど。あ、レーニーがそんなことは残してるんですかそうなんです。へ 韓国は革命の学校韓国は革命の学校だと。はあはあ、で、これは現在、うん、イスラムの過激方との関係において、うん やっぱり現実になっちゃってるんですね。うん、ああよくあの、刑務所で、えー、その、一番馬鹿にされるのは、その、婦女暴行やったやつとかね。はい、えー、盗みね、えー、つまんね、盗みやったやつとかって、そのランクがあって、えー、その、殺人でもね、もう、そう、すごいのをやったやつはなんか一目置かれるとか、いや、それ以上に、その、思想犯って言うんですかそうですね。えー、あの、よく言われるのは、思想犯が、一番幅を引かしていて、えー、その次は詐欺師だと。ああ、詐欺師ですか、二本目は。はい、はあ。 それで弱いものを、<う>あの、暴力によってやっつけてるってやはり刑務所の中でもあまり尊敬されないと。 ええ、いうことはよく言われてますよね。でその人たちが、いわゆる過激思想を持っている人たちで信念がありますからね。はい。そうすると、その人の、まあ、人格というようなものに触れて、えー、いわゆる感染,感染してっちゃう。っちゃう,うです。洗脳されてっちゃう。そういうことです。自分から洗脳されると。うん、それからやはり、刑務所に入って前科前歴があるということになると、ええ、ちょっとやっぱり社会の中ではどの国でも働きにくいでしょう。うところが、迎え入れてくれる場所が外にあるわけですよ。過激派の組織が。 なるほどそうすると、そこの人は前科前歴も関係なしで、えー、あの仲間として認めてくれると。えー、こういう人間の認知欲、はい、それ疑似家族みたいな感じになりますからね。<ー>これ逆に、あのー、広域暴力団が、それこそ刑務所の中で、えー、お前一回前科前歴ついたんだろう、うちの組こないかと。 こうやってリクルートすると。よく映画にありますよね。いや、実際問題ね。うん、私がいた頃ってのは写真の差し,差し入れっていうのは10枚まであったんですけども、<う>大体その広域団体にいる人っていうのはベンツの前かなんかで、ええええ、あの、撮った自分の写真を入れてもらって、<laughs> ええ、それを若いのに見せてですね、ええ、こういう生活ができるぞって言ってリクルートしてるっていうの有名な話でした。<laughs> そうですか。へえ。ということは、あの、どこのね、国でも。はい。 あの、いわゆる悪いことしたら、その、刑務所を入れられるわけですから。そで,でそこにその過激派みたいなのは、こうね、根を生やしていて、はい、えそこでこう、いわゆる、えー、そういう若い連中をリクルートして、えー、なんか洗脳し、あの、シャバに出たら、はいえー、一発ことを構えるような。そういうことです。そういうことは十分に考えられると。あ実際やってるわけですよやってるわけですよね。はあ、い。日本のテロって、 っていうのはこれはどうなんですかそのさっき日本は懲役があるとかおっしゃいまして。日本のテロの場合でもですね、ええええ、イスラム国を支持している人たちは一部ですけどいるわけですね。ええ、しかもその中で特に怖いのは、ええ、イスラム国はグローバルジハード論、うん、地球的規模での聖戦論という考えを持っていて、はい、我々の考えに共鳴する人間っていうのは、そのこと言うな。ええ、2>, 2、3人以上のグループ作るなと。ええ、インターネットや電話でも連絡するなと。 それでテロをやれと。こういうことを指示してるわけですね。例えばシドニーなんかでのカフェでの立てこもりがありましたよね。こういうことがあり得るんですよ。それでこれも非常に心配なんですけども、あの、日本は拳銃とか、あの、ほとんど流通してないと。それから爆弾なんかだって作れないと。仮に爆弾作ろうとする人がいたら、これ日本の警察優秀ですから敵活します。ただ自爆テロ型で、例えばペットボトルにガソリンを入れて、それどっか、 銀行であるとか公民館であるとか図書館に行って、巻いて火をつけると。そしたらこれ10人15人ぐらいすぐに巻き添えで殺しちゃうことできるわけですよ。ガソリンで火つけたら爆発しますよ。そう、ええああ。そうですか。ところがガソリンの販売規制することもできないし、うん、ああペットボトルの販売も規制することできないですよね。ええ、自分が死んでも構わない。ええええ、あるいはですね、誰かを殺したいと思ってたと。 自分も死んでもいいと。いいね、最近ね、そういう怖い。そういうふうに思っているような人っていうのが、うん、このサイトなんかを見ることを通じて、ええ、自分でいつかやってやろうと思うと。<ー>それで突然起きてしまうっていうと、ア木キハベラの事件なんかと一緒ですよね。ええ、そういうのに思想性が絡んでくるとめんどくさいです。うん、あそういう,ふうの感染の可能性のある人っていうのは結構いるんでしょうからね。ですからこれから重要なのは、ええ、教育の場面であるとかで、うんええ、で テロをどうやって防止するかっていうのは国民的な課題になってくると思います。